ピーにしてみようか。ね。ゆるピーでいいのね。はい。まあでもここ一着になったからって、特に、ね、お面がゲットできてとかっていうことではないかもしれないけれども、ちょっと入って しまったから、負ける気がしない人ちょっと大丈夫かな。どうかな、どうかな。負ける気がしない。あ、でも。いい感じではある。あー、でもさ、妻と子供のために負けるわけにはいかない強い思いを持った人がさ、もしかしていいかもしれない。あー、3番ぐらい、4番かな。うーん。赤毛剣そのまま返してあげるわ。もう時間だから早くお家に帰りなさーい。あ、何時までみたいなのがギリギリだったのかな？もしかして。あ、そうみたい。夜8時までよーだった。まあ、これは仕方がない。続きまして、こちら、コッコちゃんがたくさんいたところ。夜8時までだ。ダメだ。ダメだった。この人喋ってみたいよね。見つけたし。そして、こうして、チェック。お面に反応して奇妙な意志が語りかけてくる。こっそり聞いた話だが、動物楽団のリーダーのお面は小さな動物を成長させる変わった力があるらしい。動物楽団さんが持ってるリーダーのお面なるものをゲットしないといけないみたいな感じかな。ココちゃんのところでね、成長を見届けるまではみたいなお話があったから、そういうことだよね。動物楽団ということはまた同じくね、でも動物関係といったらこの辺りな感じがするから、また朝になったらやってくるというふうにさせていただきまして、コンさんでコロコローと転がっていきまして、ここにもある。すごい。でもこのお面さえあれば結構ヒントがもらえそうな。チェック。面に反応して奇妙な石が、石が語りかけてくる。こっそり聞いた話だが、化け狐キータンは草でいたずらをするらしい。だって、化け狐キータンは草でいたずらをするらしい。キータンって、あったよね。時のオカリナにあったような、ね、それこそ狐のお面というか、あったような気はしつつ、ちょっと確信は持てず、で、夜の12時以降の、たるみな平原で音楽が聞こえてくる。だね。よし。ちょっとそのヒントを頼りに、と、先ほどのゴシップストーンが言ってくれたのを頼りに、ちょっと行きたいけど、この辺りは危ないから、ちょっと逃げつつ、たるみな平原って言っても、この辺り、一体全部たるみな平原だよね。ね。ちょっと、何がどうか、あ、悪い鳥がいる。あの変な鳥来る。怖い。変な鳥来るね。あー、でもあの周りしか飛んでないね。そうだね。あの、盾取られた鳥。盾じゃない、瓶だ、瓶。瓶取られた鳥。で、アルミナ平原で音楽が聞こえてくるは、どこだろうね。どの辺とかがパッとわからないけど、とにかく、12時まで待ってみようか。ね。ねえねえ、見て。待ってる間にさ、これ見つけた？これ。この壁の穴見つけた。穴、小さな穴。でさ、ちょうどさ、あるんだ。あの虫さんいるんだ。あの、さっきの余ってしまったの。これも同じくじゃない。こうしたらいいんじゃない。待ってるうちに見つけちゃった。よし。何が起こるだろう。でも、雲かな。そんなでも、ね、雲関係ないような。どう？お、あ、ルピーだ！ルピー出てきた！やったよし。で、もうちょっとだね。とか、でも、
アラミナ平原のどこだろうね、どこだろうね、ちょっと意味深なというかさ、があるのはこのね、切り株だったりとかトンネルだったりとかのあたりかなーって思ったり、まあでも音楽って言ったらね、ちょっとグレートベイの方なのかなーなんて思ったりしつつ、あ、12時になる、もうなるね、なるね、なるね、そう、聞いてみよう、聞いてみよう、終わる？12時になったけど、特に今音楽聞こえたりないよね。どこだろう、どこだろう、どこだろう、ちょっとちょっと行ってみよう、いろんなところ行ってみるしかないよね、ちょっと聞きながらね、音楽、特に音楽は聞こえず、なん、あ、聞こえる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 、音楽鳴ってる、音楽鳴ってる、どこだ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 、だし、ちょっとこの人ヒントくれないかな、お面に反応して奇妙な意志が語りかけてくる、こっそり聞いた話だが、結婚の証、夫婦の面は争いを鎮め和ませる不思議な力があるらしい。それはちょっとアンジュさんの話関係かなと思いつつ、どこ、あ、見えちゃった。こっちだ、こっちだ。あ、いた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 、見えた見えた、あそこ、あそこ。どうするの、え、ここからっていけるかな、いけるかな、ちょっと厳しいかな。あ、危ない、危ない。そこどうやって行くの、そこどうやって行くの、そこ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 。え、ちょっともう一回、もう一回、もう一回、もう一回。急いで登ろう、急いで登ろう、向こうに。ちょっと魔法を使って、ゴロンさん、うん。こっち、こっち。あれ、どうやって行ったらいいんだろう。この辺から話しかけれるかな、どうかな、ここ、ここからこうして、こうして、こうして、こう、どう、どう。話しかけれないか。ちょっと遠いよね、でもね。注目できないかな。どうする、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 どうする。ゾーラさん足長いから、ゾーラさん足長いから飛べるかな。そんなことはないかな。怖。うまく。あ、いけた。やった。一旦こうして、喋る。我、死して、月に嘆き。我が舞を世に残せず、ただ食いるばかり。悔しいぜ、お月さんよ。俺は死んじまったぜ。そうね、そうね。まあ、そういうことを言ってらっしゃるわね。ああ、俺のダンスで世界中を熱狂のるつぼにする予定だったのによ。この新作ステップ、誰かにレッスンしときゃよかったよな。幽霊ダンサーカマロ、団員手帳に書き込んだ。なるほど、なるほど。ということは、この、これを、急いで、急いで、あの、二人のダンサーさんがいたじゃない、クロックタウンに。邪魔しないでよっておっしゃってた。あの人たちに、お伝えすればいいんじゃないの。ね、そんな感じがする、そんな感じがする。行ってみよう。どこだどこだどこだ、危なかった。こっち、多分こっち。間違えた。ちょっと、いつまでもクロックタウン西行けない。どうこの辺。そう。いた。喋る。どう、邪魔しないで。ダメだ。ということは、お昼だ、この人たちも。お昼になったら、おそらく、宿屋さんで、苦悩してるよね。なんかこう、困ってるみたいだよーってぐるぐるさんがおっしゃってたから、となると、どちらにしてもお昼にしないとっていう感じだね。よし、かしこまりました。
ではでは、オカリナを使って、重ね歌の前にミルクロードにいた方がいいのか。待ったり、進めたり、戻したり。大変。朝になったので、これで、おそらく行けるはず。向こうの、ここちゃんのところかな。何がどこがどれがっていうのがちょっとわかんないけど、こうして、こうして、あれ？誰かいる？誰かいる？あ、ロマ兄ちゃん？ロマ兄ちゃん？ちょっとおしゃべりしてみて。そうだわ、そうだわ、そうだわ。この世界では救っていないから。ごめんね、ごめんね。ちょっと切ないことになってしまった。とりあえずこの、ワンワンレースみたいなお名前のやつは、お金が増えたらいいなみたいな感じかなと思いつつ、とりあえずコッコちゃんのところ行ってみましょう。で、ここやで、この辺りの人たち、そう、とにかくこの人おしゃべりしてみる。あれ、じいちゃんに聞いたよ、月が落っこちるんだって。あんなにでっけんだ、この牧場もダメだろうな。あー、まあいいや。キョロキョロ、そう、これ何してるのか最初分かんなかったんだよね。俺の心残りは、こいつらがコッコになった晴れ姿が見れねえことかな。コッコ大好きなデクロさん、団員手帳に書き込んだ。こんだけど、こうしてさ、でもその楽団とはまたちょっと違う感じ。つかめない。動物楽団ではなさそう。だね。向こうにもゴシップストーンがいるので、お話。こっそり聞いた話だが、不眠の拷問道具、夜更かしのお面は昔マニアに流れたらしい、だって。ということは、マニアさんで、このお面が買えるのかな。ね、マニアさん行ってみたけど買えなかったけどさ、特に何も。あれ多分1日目だったと思うんだよね。だから、他の日、2日目だったりとか3日目だったりとかだったら、ラインナップが変わってて、そのお面が買えるみたいなことなのかなーなんて思ったりというのを心に秘めつつコッコちゃんがいる、つかめるコッコちゃんがいるというわけでもなければ、その楽団の人みたいな感じもいないから、動物楽団がまだちょっとピンとは来ていないけど、あとは、あとここってもうなかったっけ。雨降ってきちゃった、わーわー、やだー、雷ー。なにこれ、こんなところはしごあるじゃん。あ、ここもあれがあった。あれ、あの壁の穴があった。ここ登ってみよう。何がある。あ、登れる。あー、登れる。ここ入れるってことかな。そんなこともない。入れない。あ、違う？この屋根に登れる？こっちの。別に何もないんだけど。何もないの？なんかありそうなのに。もう一回。ちょっとだけ。わあ、そんな時間あるかどうかわかんないけど、ちょっとだけ見たい。なんか、ね、ハートのかけらとか、ちょっと期待しちゃったんだけど、ね、登れるしさ。違うの、こっちとか、行けそうなところないし。これもあれなのかな？何日目かだったら、何かがいるとか、ね、何かができるとか、かもしれない。
ほら上がれないもんね、ここね。だから何日目かだったらここ煙が出てなくてとかさ、可能性ある、あるかもしれん、あるかもしれん。そう、この状態だったらエポの喋ったらなんか違うこと言ったりする。そう、乗る、乗ってみる、乗ってみる。特に何も言わない何も言わなかった。こっちのこの子は、この子は、この子、うん、ご主人様、あんな可愛い顔して俺を的にして練習するのやめてくんねえかなさてさて、ご視聴いただきましてありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。ではでは、またねー。